ドキドキ、ワクワクって感じです。そもそも忘れますね。ね、めっちゃ面白い。絶対これやってしまいます。あ、分かってきた。いいでしょ、ほんまに。大阪城が水面に映ってる、ね、かわいい。かわいい。見るっていうのがメインだと思うんですけど、体験できるっていうのがすごい新しくて、今日ずっとこうメンバーもすごいキャーキャー言いながら楽しめたので、あのカップルはもちろん、お友達とか家族でもすごく楽しめるんじゃないかなと思います。あの日本の夜がまた新しいその魅力を備えることによって、インバウンドの方々のやっぱり滞在中の楽しみも増えるのではないかなと思います。まあ、それとあのこの、まあ、あの見させていただいたら、まあ、言語の壁は完全に乗り越えてますから、大人から子供まで、またどの国の方々も楽しんでもらえるイベントになっていると思います。まあ、あの寒い時、そしてだんだん暖かくなっていくと、またこの会場の雰囲気もまた変わっていくんじゃないかなというふうに思うし、日本は